三条信用金庫は新潟県三条市に本店を置く信用金庫である。三条市内のほか、県内の新潟市から三つ市にかけて店舗を展開している。略称は三信。三条生産信用組合が1899年12月25日に三条町の副省事で設立総会を開き、1900年1月1日に 申し合わせ合わせ組合として、北越商業銀行の一室を曲がりして、開業したのが始まりである。産業組合法が開業直後の1900年3月7日に、交付され、同年9月1日に施行されたことから、施行当日に同法に基づく、法人設立の認可を申請した。1901年2月21日に、新潟県の許可を取得し、同年3月5日に、 有限責任参上生産信用組合として、設立登記を行い、翌日から営業を開始した。その後、1937年5月15日に、保証責任参上信用組合に改組した。1941年に、新潟県からの指導で近隣の森町村、鹿峠村、長沢村、大面村、福島村での営業を分離し、参上市内に、 営業区域を特化。1944年8月7日に、大倉大臣から、市街地信用組合の認可を取得して、同年9月1日に、市街地信用組合法に基づく、三条信用組合に改組した。東支店、第二次世界大戦後の1946年2月17日には、金融緊急措置令に基づいて、預貯金の封鎖を実施し、 同年8月11日時点で、金融機関経理応急措置法などに基づいて、三条信用組合も、新、旧環状に分離を行った。この新旧環状の分離により、通常の事業活動は、新環状で継続され、戦時中の国際消化に協力したことなどに伴う、損失の処理などは、旧環状で行われる形で再建が進められ、 1948年4月1日まで、新、旧環状の統合で再建が完了した。1949年4月1日に、中小企業等共同組合法が成立したことに、伴い、同年12月31日までで、市街地信用組合法が廃止となったため、1950年3月20日の臨時総大会で変更を決議して、同年4月1日に、 中小企業等共同組合法に基づく信用組合に改組する設立登記を行った。しかし、中小企業等共同組合法が金融機関には不適切との指摘があったことから、1951年6月1日に信用金庫法が施行されたため、同年9月16日の臨時総大会で変更を決議して、同年10月20日に、 信用金庫法に基づく三条信用金庫に改組する設立登記を行った。改組の過程で営業区域を一旦三条市内のみに絞り込んでいたが、1959年9月30日に燕市に初の市街店舗として園支店を開店したのを皮切りに、1965年4月7日には新潟市に新潟支店を開店するなど三条市街へも、 天舗網を拡大した。1949年6月1日に国民金融公庫の代理業務を開始したのを皮切りに1954年4月1日には中小企業金融公庫の代理業務も始めるなど政府系金融機関の代理業務にも参入した。1952年7月1日に全国信用金庫連合会の振替口預金制度を加盟して事実上の 内国為替業務に参入し、1954年4月30日に内国為替取引の認可を取得し、同年5月10日には正式に内国為替業務を開始した。また、日本銀行とは、当座取引が1968年12月13日付で承認されて同月16日に開始し、 入り代理店の業務が1969年11月6日付で承認されて同月24日に開始するなど直接取引を行えるようになった。さらに養殖機製造業などの地場産業の中小企業も輸出などに取り組んでいたことから1987年11月に外国為替準備室を開設して準備を進め1990年9月21日に 外国為替公認銀行の認可を取得し、同年10月1日に外国為替業務を開始した。ありがとうございます。